ヨハン・ブレイクは、ジャマイカの陸上競技選手、2011年世界、陸上競技選手権大会男子100メートル金メダリスト、男子100メートルのジャマイカジュニア記録保持者である。日本語では、ヨハン・ブレイクとも呼ばれる。100メートル9秒69の自己記録は2018年4月、現在、ウサイン・ボルトに次ぐ、世界歴代2位記録。 200メートル19秒26の自己記録も、ウサイン・ボルトに次ぐ、世界歴代2位の記録である。レーサーズ・トラック・クラブに所属し、ボルトとダニエル・ベイリーの練習パートナーを務め、共に、グレン・ミルズの指導を受けている。ブレイクは、セント・ジェームズ教区に生まれた。スパニッシュタウンにあるセント・ジャゴ高校に通った。2007年4月、ブレイクは、パークスカイコス諸島で行われた。 カリブ海貿易自由協定競技大会で100メートル10秒11のジャマイカジュニア記録を樹立した。この大会では200メートルを模生したほか、400メートルリレー4400メートルリレーにもメンバーとして出場し大会記録を更新して優勝を飾った。2009年5月、ブレイクはニューヨークで行われたリーボックグランプリ100メートル B で優勝した。同7月には、 ローマで行われた IAF ゴールデンリーグのゴールデン柄に出場し9秒96を記録して19歳196日時点に10秒の壁を当時の史上最年少で突破。タイソン A、アサファ・パウェルに次ぐ3位に入った。ブレイクは2009年世界陸上競技選手権大会前の7月に行われたジャマイカ国内のドーピング検査で 同国のマービン・アンダーソンらと共に興奮剤の陽性反応を示した。ジャマイカ反ドーピング連盟が組織する裁定委員会は検出された薬物が世界アンチドーピング機関の指定禁止薬物リストに記載されていないことを理由にブレークに対してドーピング違反の判断をすぐに下さなかった。しかしながらジャドコは指定禁止薬物ツアミノヘプタンに似た構造の 薬物を摂取しないように選手が自制すべきであるとした。委員会の裁定は、世界選手権後に下される予定であったために、ジャマイカ陸連はブレイクらを同選手権の代表から外した。2009年9月、ブレイクと3名の選手に3ヶ月の出場停止処分が下された。2011年8月28日、ブレイクは2011年世界陸上競技選手権。 大会男子100メートルで決勝まで勝ち進んだ。決勝はチームメイトのボルトがフライングにより失格となり9秒92の記録でウォルター・ディックスらを下して優勝を飾り世界選手権の金メダルを獲得した。同9月4日、男子400メートルリレー決勝に第3走者として出場し37秒04の世界新記録で優勝した。 世界選手権後の9月8日、ブレイクはベルトクラッセチューリッ比100メートルに出場して9秒82の記録で優勝。9月16日にブルッセルで行われた IAF ダイヤモンドリーグ最終戦のメモリアルバンダム200メートルでは、スタートのリアクションタイムが出場選手9人の中で最も遅い0秒269であったが、 世界歴代2位となる19秒26を記録し、優勝した。同12月、ブレイクは、ジャマイカ陸上連盟により、2011年のジャマイカ、最優秀選手に選ばれた。2012年6月29日、ブレイクは100メートルで、ボルトに勝利して、ジャマイカのオリンピック選考会を突破し、同8月5日のロンドンオリンピック100メートル決勝では、ボルトに次ぐ9秒75で、 銀メダルを獲得した。続く8月9日の200メートルでもボルトに敗れ、銀メダル。8月11日の400メートルリレー決勝では第3走者として出場し、36秒84の世界新記録で金メダルを獲得した。2013年4月、ジャマイカで行われた大会の100メートルでハムストリングスを痛めてしまう。 前回大会100メートルを制しているため2013年世界陸上競技選手権大会同種目の出場権はすでに持っておりジャマイカ選手権などを欠場して回復に努めた。しかしこのまま出場しても良いパフォーマンスが期待できないとして7月に世界選手権の欠場を発表した。2014年5月 IAF ワールドリレーズに出場し 怪我のため代表に選ばれなかったボルトに代わり 400m リレーと 4200m リレーのアンカーを務めた。4200m リレーでは決勝で1分18秒63をマークし、1994年にカール・ルイス要するサンタモニカトラッククラブが樹立した1分18秒68の世界記録を0秒05更新して優勝すると、400m リレーも制して2冠を達成した。 最先の良いシーズンのスタートを切ったように見えたが、6月14日の IAAF ダイヤモンドリーグ第6戦のアディダスグランプリ100メートルは10秒21の2位、7月3日の IAAF ダイヤモンドリーグ第7戦のアスレティシマ200メートルでは20秒48の6位と惨敗すると、7月11日の IAAF ダイヤモンドリーグ第9戦のグラスゴー大会100メートルで、 ハムストリングスを再び痛めてしまう。後日手術を受けて松葉杖生活を送ることになり、シーズンの残りは欠場となった。2015年6月、2015年世界陸上競技選手権大会に出場するため、ジャマイカ選手権100メートルに出場するも、10秒36の準決勝全体9位で決勝に進めず、2011年大会以来の、 世界選手権出場は叶わなかった。2016年4月16日、100メートルで今季、世界最高記録及び2012年以来の9秒台となる9秒95をマーク。7月のジャマイカ選手権は100メートル準決勝を9秒95で突破すると、決勝は当初フライングの判定が下ったが、抗議の結果判定が覆り9秒95で優勝。 200メートルは予選で20秒29、決勝は20秒29と、両ラウンドで2013年以降の自己最高記録をマークして優勝し、4年ぶりにスプリント2冠を達成した。同年8月19日、リオデジャネイロオリンピックに400メートルリレーの2、走で出場、チームは金メダルを獲得した。2017年8月4日、ブレークは、 2017年世界陸上競技選手権大会男子100メートルの予選に出場、組2着で準決勝進出をする。8月5日、準決勝組1着で決勝進出を果たし、3大会ぶりの世界選手権で接続を果たすが、決勝では3位のウサイン・ボルトに0秒04届かず、去年のオリンピック決勝と同じ結果になった。8月12日、 2017年世界陸上競技選手権大会男子400メートルリレーは決勝のみ3層に出場したがアンカーのウサイン・ボルトが左足を痛め途中棄権5大会連続金メダルはおろかメダル獲得にも至らなかった100メートルで9秒69200メートルで19秒26という記録を持っているが2013年の故障以降は 個人種目でのメダルはない。ありがとうございます。